残すとこあと急だね。30秒切りました。第2回目は、披露宴の映像を流そうと思ったんですけど、その前に忘れてるもんあんじゃねえかと。何ですっけ？それは俺の誕生日です。あ、あと？あと何秒？もうすぐ4、3、2、1。おー、ハッピーバースデー。何歳ですか？24歳になりました。まだ24かよ。ありがとうございます。24歳になりました。開けましょう。急じゃない？開けましょう。いや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 、そう、今月っていうか来月、今月はヤシオタがね、行事ごとも重なって誕生日ということで、今日買ってきたんですよ、これを。もうそんな振ったらあれだからね、大変なことになるからね。開けましょう。開け方わかるよ。わかる、うん、ポンとかやらないで、うん、知ってます？ポンってやったらダメなんですよ。静かにいいでしょ。そう、シュッて言うのか、シュッ。怖い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 。おお、はい、というわけでグラス準備しました。ついでください。はい。あ、うん、美味しそうね。高いやスパークリングはね、ちょっとあれなんで、ちょっと、うん、買えないので。多くないかな、お安めのスーパーで買えるようなやつですけれども。はい、いただきます。ハッピーバースデー。はい、ありがとうございます。誕生日おめでとうございます。はい、やったやった。うん、うん、うまっ。美味しい、美味しい。俺がせ、何？俺が言えばいいの？何を？まあ、今日この何？え？いや、え、全然分かってないんだけど。嘘。いや、まあこういう何？お誕生日おめでとう動画流して、はい、自分なりの今年の目標を伝えようかなっていう風にさっき言ったんだけどな。あ、全然いい。あ、そうだった。そうそうそう、すっかり忘れてた。はい、今年、今年っていうか、じゃあまあ24歳の目標、24歳の目標なんでしょうか。どうしようかな。決めてないんかい？え、いっぱいある。なんかやりたいこといっぱいあるし、なんか、死ぬまでにやりたいことみたいな。うん。俺でもさ、目標結構立てるじゃない？随時。うん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 。で、大体、叶えられてるものは多いと思うんだけど。うん。なんか、今、すんごい頑張って鍛えてたりしてるんで、なんか、サスケとか出たい。サスケに出たいとか、あとフルマラソン挑戦したい、今年中に。なんか毎年、相当頑張らないと無理なんじゃないの、うん、毎年なんかそのなんだっけ、東京マラソン応募してんだけど通らなくて、なかなか、うん、うん、そんなだって、うん、倍率だってあれ11倍とかでしょ。ああ、そうなんだ。そうそうそう、だからそれもあんま取らないんで。すごい、ちょっと頭が気になるね。これは何だって思うの、これ。ヘアバンドで、まあなので説明しないんかい。プーさんです。プーさんの耳をなぜか内側に入れているっていう、ね、
別に何も理由ないんですけど、そのフルマラソン挑戦するのと、あとはいっぱい旅行できたらいいかなって思ってます。旅行行きたいね。沖縄とか北海道とか。いい、北海道いい、うん、行きたい。お願いします。じゃあ俺の24歳の今の何やってほしいことはありますか？逆にやってほしいこと、やっといた方がいいこと、あ、いいね、やっといて、やっとい、24歳のうちにやっといた方がいいことを教えてください。あー、なんだろうな、うん、やっといた方がいいこと、うん、っていうかやりたいと思ったことは何でもやっといた方がいいと思う。本当に、うん、20代前半でしかできないことっていうのはやっぱりたくさんあると思うから、うんうん、僕らちょうど、そうなんですよ、12歳離れてて同じ年男。そう、なんかそれ関連の動画もまたおいおい作れたらいいかなと思ってるんですけど、今もまあだってもう年男終わるよ、もう終わるね。そう、早くしよう。いやーでも本当にまあでも30代でも全然できると思うんだけど、うん、また違うからね。そうだよね、20代と30代、また30代と40代、うん、50代ってなるとまた違うと思うんだけど、うん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 、そっか、オッケー、頑張ります。いや今のうちに、若いうちにいろんなことを経験しておいた方がいいと思う、本当に。経験は大事だよね。経験は、うん、力なりみたいな言葉なかったっけ。そう、そんな感じあるかな、なかったかな、調べときます。そんなこともある気がする。なので、あと今日31、31でしょ、31、うん、1、2、3、ハッピーハロウィン4。ハッピーハロウィン、なんかよくわかんないけど、これよくわかんないけど、ハッピーハロウィン。でも多分この動画上げるのはもうちょこっと後か、後なんですけど、だから多分これ見てくれてる方にはもう多分もうだいぶ遅いあれなんですけど、うん、早くアップしてよ。ちょっとやりたいことがいっぱいありすぎて。なので、あと4日で待ち待った披露宴ですが、楽しみすぎる、うん、やばい、はい、もう仕事行きたくないもんね。あ、本当に、うん、楽しみすぎて。まあでも言うて、うん、あとまあ2回仕事行ったら OK、 休みも含めて披露宴なんで、うんうんうん、俺も最近全然仕事してない気がする。そうなの、集中力がもう仕事よりそっちの方に、うん、意識がいってるから、まあこんな感じで、職場の人が聞いたら怒られる。こんな感じで、はい、次もどんどんアップしていきたいと思うので、ぜひ、はい、なんだっけ、あ、チャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いします。忘れてた。ではまた。よろしくお願いします。はい、おめでとう。